昨日午後8時ごろ北区霧ヶ丘のアパートの一室で後藤康介さんと妻のスイさんが死亡しているのが見つかりました警視庁によりますと2人を訪ねてきた後藤さんの息子が玄関に鍵がかかっていたため近くの窓から部屋に入ったところ居間で倒れている2人を発見したということです2人に目立った外傷はなく室内にも荒らされた形跡はありませんでした また、室内のクーラーはついていなかったということです。警視庁は2人が死亡した経緯を詳しく調べることにしています。